が、午後はハッピーです。パピーです。よろしくお願いします。はい、フラダンスとピッチャーの二刀流、横山拓実です。ドン。癒しのギャップ王子、高根まさきです。ドン。広報ショタジジイ、アンジュ様です。ドン。犬になりたい、犬塚ゆふです。ドン。元警察官アイドル、宮本ゆきとです。よろしくお願いします。というわけで今回はダンスジェスチャーゲーム。というわけで今回はですね、僕たちの即興ダンス力を測る企画です。出題者1人と回答者4人に分かれます。で、出題者はイヤホンで音楽を聴いて歌詞やリズムを体で表現します。で、回答者の4人は何の曲を聴いてるかを当てれば OK。 なるほど、はい、なるほどって感じです。簡単ですね。シンプルですね。楽しそう、うん、で、この楽曲、踊る楽曲もみんなそれぞれに決めてもらってます。ありがとうございます。はい、どうですか、ちょっと。どうなの、わかんないけど、いかにそのワードを体で表すかが結構肝になるんじゃない、うんうんうん、確かに、表現力、ね、表現。それで言ったら結構僕らもね、情熱的なタイプですから。俺結構いけると思ってる。わかるよね。なんかいけそうな気分。みんな結構いけそうな気分。おのおのそれぞれの曲をさ、どう表現するか。確かに。確かに。てか、何の曲選んでんだろうなっていうのがね、一番でかいよね。いや、それではせっかくなんで、早速やっていきましょう。というわけで、一人目は、マチェキー。イエーイ。ダンスリーダー、ヘイ、ダンスリーダー、ヘイ、うちの片目がナンバーワン、ヘイ。ヘッドホンもう使いこなしてる。完璧で似合うな。なんかヘッドホンから生まれたみたいな。確かに。それ聞こえてるの。もう一回もう一回。ヘッドホンから聞こえてるみたいな。いやもういいよ。生まれたみたいな。え？それでは一人目マチャキのダンス、スタート。何これ？みんな。聞いてるやばい、俺たちの声でどうですか。大きな声。
さんの時計に、おじいさんの生まれた大正解。いや難しかった。難しい。どうでしたこれ。難しいよそれ。めちゃめちゃ簡単。最初のここら辺でもう動揺だったもん。大きな国大きなみたいなロッポの。次の挑戦者はたくみ。よいしょ。みんな答えられるでしょ。おあ知ってれば答えられると思う。まあ、でも有名な曲なんでしょ、多分。有名な曲だけど、ちょっと、テレビの知る人と知るみたいな。カラオケとかでは有名かも。あ、じゃあ全然有名じゃない。え、第一三章とか。なんで先に言うの。もし第一三章だったら。ちょっとこの先般の顔としてもらっていいですか。この先般の顔ね。ごめんなさい。めちゃくちゃ太郎。では、たくみのチャレンジです。レッツダンス。なんか言ってた。歌だよねこれ。お芝居じゃないよね。え？野球？あ、待って。今のこれなんかヒント。野球？でもダメだ。野球の歌。頭に当たる。なんかの効果かな。え、ダメだ、もうグリーンしか出てこない。野球やられるとグリーンしか出てこない。匠の効果の効果だよ。あ、五個の効果か。匠の思い出。エンジェルスマイル。なんかあ、お、使おう。うわあ、運動会の曲。じゃん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 でもめっちゃ涙やった。涙が大事で。めっちゃ涙やってたよ。涙が枯れるまで。おなんだっけそれ。あれだ、メジャーだ、メジャー。これじゃメジャーか。じゃない？じゃあメジャーの曲で。メジャーとあの人気のやつ。とりあえず一回それで調子合わせて。それでは参りましょう。せーの。メジャーの曲。正解。めっちゃ序盤でユキトが口ずさんだったよ。あ、そう。そう、俺一瞬こう俺これすげーって思った。じゃんじゃんあじゃんじゃん。次の挑戦者はアンチュー。よいしょよいしょ。注目の選手なんだよ。いやー、まあ、みんなならまあでももうみんなならいけると思うよ。もうなんか俺はわからないけどみんなならいける。なぜかっていうと俺はみんなのことが好きだから。なんだろう、何の曲だろう。なんだろう、今の曲か。今の曲、歌詞とかじゃない。歌詞とか、そんないける。そんな曲あったっけ。俺の一言でそんだけいけるんだったら君って相当すごいと思う。ということで、はい、アンジュ君のダンス、スタート。あの真顔なんだ。待って、ちょっと待って。分かんない。
どこが一番ヒントだった？確かに。サビってやっぱサビじゃない。ほら、あ、全然それなんだ。あっ。え、あ、ドン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 キードンキーホーテー。あ、まだ分かんない、分かんない。確かにあれだったらさ、分かんないもんね。さ、さ、そこの部分以外。これに行く？いいの？じゃあ大丈夫？いやもうそれしか、大丈夫？それしかない。それ。本当に？それいいか。大丈夫？あれなんていう歌？ドンキホーテの歌。ドンキホーテのテーマソング。ドンキホーテのテーマソング。はい、それでしょ。それいいか。じゃあ僕たちの答えを発表します。せーの、ドンキホーテのテーマソング。じゃあ頼んだ。それではラストのチャレンジャーはユーホー。どうですか？あのね、僕ね、みんなとちょっと違うかもしれない。お、ジャンル？え、結構出揃ったんじゃない？まあまあまあ。わあ、いや楽しみにしよう。じゃあちょっとジャンルは違うのかなって思って。じゃあこれ僕最後でいいのかなと思って。なんだ？はい、行ってみるか。それではユーホー。レッツダンス。あ、ちょっと待って。え、あ、かっこいい。ダンサブル。今までで結構ダンサブル。ちゃんとダンスも踊る。ダンスだったよね。君だ。ダンサブル、ダンサブル。もういいの？君たちも覚えてよ。お、しょ、あ、一緒に、一緒に、一緒に。お前できるよ、これ。これならできる。ラップガール。ハートを撃ち抜く。ハートバズるか。アイドルっぽいな。ね、思った。多分ね、アイドルの曲だと思った。ちなみにね、この曲、俺も好き。え、そう、結構わかる。わかる、わかる、わかる。1年に1回聴くよね。絶対聴く、聴く。1年に1回は1年に1回以上聴くよ。たくみさん、教えてください。これはいいんですか？お願いします。これはですね、はい、平成ジャンプさんのウィークエンダーです。お、テレレ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 テレ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 。それでいこう。いやもう横山先生にちょっとベットさせてもらっていいですか？それではみんなで声合わせていきましょう。せーの、ウィークエンダー。正解。あー、やったー、優勝。というわけでパンピー維新伝心ゲーム終了。違う、企画違うんです。間違った。企画違います。違う、間違えた、間違えた。あれだとマチャ君が違うから。あ、そうそうそう、マチャは誰とも合わせられない。というわけでダンスジェスチャーゲーム、なんと 5人全員成功。え、すごくない？すごい、マジですごかったね。答える方もそうだけどさ、その伝える側もみんな上手かったよね。特徴を捉えてたっていうか、てかなんか全員さ、典型みたいに、これじゃないみたいな。あ、あったね。ねえ、それがすごかった。それでは、なんかダンスええやんと思った皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それと動画の切り抜きもぜひお願いします。というわけで、僕たちが